おはようございます。いきちゃんでございます。昨日夜遅く岡山から戻ってまいりました。皆さんは、土日はどんなふうにお過ごしになりましたでしょうか。私はですね、金曜日はですね、夜に、トークショーをやらせていただきました。私の、岡山の表町のシンフォニーホールというところのちょうど裏にある、ダンケさんというところでですね、15名ぐらいの方でしたけど、トークショーをやらせていただいて、で、どういう内容かというと、こういうことですよね。私が生きてきた暮らし方の衣食住、これをですね、約2時間ぐらいかけていろいろとお話を申し上げました。で、非常に皆さん真剣に聞いてくださって、非常に良かったんですけど、特にやっぱり嬉しかったのは、やっぱりオーダーでお作りいただいている方も多数いらしていただいたんですが、その方同士がですね、やっぱり同じ価値観でいろんなことがこうだよねというふうに、後の、残りの30分ぐらいはこう質疑をさせて、聞いたんですが、皆さんやっぱり非常に、どういうふうに自分が生きていき、どういうふうに暮らしていくかみたいなことについて、何かのこうヒントでピントなんていうと、ちょっと昔の言い方ですけど、ヒントを、いただけましたみたいなこと方が多かったんで、非常に嬉しかったですね。非常に岡山があって、またいずれ、トークショーはいろいろやる、トークショーというか、どんなふうに俺は77年間生きてきたんだよみたいなところをですね、お話しする機会をいただいて、非常にありがとうございました。嬉しい時間でした。はい。今日のコメントを早速読ませていただきます。もう定番中の定番のチョロマスさん。またチョロマスさんって、チョロって出るんじゃなくて、うんと出てるんで、いっぱい出てるチョロマスさんという感じなんですが、赤嶺先生は、ご自身の軸が非常にはっきりしており、堂々と発言される姿勢に憧れます。また先生の長年の体験や、ご研究上に、とても信頼性があってためになります。ご教授いただき、どうもありがとうございます。今回は、ハウトゥー的な質問ではなく、少し抽象的なことについて先生のご意見を伺いたいと思います。画面越しではありますが、赤嶺先生のいつもの前向きの姿勢を拝見して、こちらも自然に力が湧いてきます。先生は悩みがあまりないようにも見えてくれます。悩みあるんですよ、この悩み。はい。人間関係が全て悩みのもととも言われている中、この人は信頼できるか否かについて、赤嶺先生はどのようなお考えをし、見分けているのでしょうか。少し関連の質問になりますが、長く付き合おうと思われる要素は何でしょうか。若干の長文にて失礼いたします。若干なのか、長文なのか分かんないけど、分かります。千沼さんがおっしゃっていること。で、私はですね、僭越ですが、やっぱりこの、77年生きてきて、どんな感じかっていうと、私どもの会社っていうのはインコントロという、イタリア語で出会いという意味なんですけど、やっぱりこう人間が生きていく上においては、常にどなたかと新しい出会いがあったりしますよね。また、自分の、家庭という家族も、やっぱり相手がいて何かの形で出会うという。で、イタリアですと、この出会いってことの次に来るのは何かというと、やっぱお互いが理解し合いましょうと。いわゆるコノシェアモと。で、お互いにカピアモ、コノシェアモみたいなところはよくイタリア語でよく聞く言葉ですけど、いわばお互いの価値観ですよね。価値観が理解できるかどうか。で、最初にこう出会った時に、チョロマさんがおっしゃるように、この辺をこうどういうふうに判断するんですかということなんですけど、やっぱりこう初めてましてっていう、もうそういう着てるものというよりは、その方の目ですよね。目を見た時に、ある程度この方が、私と知り合いたい、もしくは知り合ったっていう時にですね、やっぱりその方の目を見れば、目は口ほどにものを言うということではないですけど、ある程度のことは測れると思います。はい。ですから、この中でやっぱりお互いがこう理解をし合っていくという中で、そのやっぱり人生観であるとか価値観であるとか、もしくはご自分の文化的な好みであるとか、もしくは自分がどこに行ったとか、
まあ、よくご出身はどちらですか、お仕事はどういうんですかみたいなことは、最初出会う方とはよくお話をします。で、その中で、まあ、何をこう、捉えようとしているかというと、この方が25歳であろうが、35歳であろうが、55歳であろうが、どんなふうに生きてこられたか、ここが一番大きいと思うんですね。で、この生きてくるということは生きていく道がありますから、その道がですね、やっぱり私とは全く違う道の方もいらっしゃるし、まあ、私の、歩いてきてる道と同じような道だけど年齢は相当違う、なんていう方もいらっしゃるし、まあ、そこのどういう道を歩いてこられてるかってことをお互いに測り合いながらお話をしていきますよね。で、その時に、相手の方が意外とこう、ビシッとこう構えて、ガードが強い方もいらっしゃいます。で、こういう中でやっぱりこう、まあ、ご自分は何っていうと、どこどこの大学を出ました。どこどこの大企業に勤めてます。私は、高級車のこれに乗ってます。私の時計はどこどこの時計をしてます。みたいなところですね。いわばブランドですよね。ブランドで自分というものを誇示しようとする方も多くいらっしゃいます。はい。で、私にとってはそれはどうでもいいことで、どこの大学を出ようが、まあ仮に言うと義務教育しか受けてなくても、全然そこで人を見下げることは僕はないです。あくまでもその人自身をどう見ていくかというところがですね、やっぱり非常に私は大事かなと。ですから子供さんと、やっぱりこういろいろ話すのが非常に好きなんですけど、やっぱり子供は子供で全くそういうことがわからない。で、やっぱりその子供さんたちも、やっぱり10歳ぐらいで、その方の子供さんの人格ってものは出来上がってくると思うんです。ですから10歳までの、子育てというか、親がどう育てるかということは、大人である我々にとっては非常に重要かなと思うんですよね。で、やっぱり私はやっぱりこう、日々どうですかね、やっぱりまあ、ネガティブなことを口に出すと、どんどんネガティブの雪だるまで、どん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 こうネガティブになる。で、一番なのはやっぱり生きる喜びですよね。生きていくってこと、今日っていう日を迎えられたのは嬉しいよな、みたいに言うと、ちょっと、大げさですけど、まあ、朝早く起きて、日の出を見ながら、雲を見ながら、やっぱ今日はこうしようかな、みたいな。やっぱりそこはですね、自分のこう、やっぱギアを切り替えながら、毎日を過ごしていく。で、電車の中でばったり会う人もいれば、まあ、どっかで誰かの、どなたかの紹介でお会いする人もいるけど、やっぱそれなりに、その方の暮らし方、生き方、やっぱりその方の、食べる好みであるとか、いろんなことありますよね。まあ、そんなようなものをやっぱりいろいろ捉えていきながら、やっぱり長く付き合おうと思われる要素ってのは何かっていうことなので、ある程度長くお付き合いをしていくには、それなりの時間がかかると思います。ですから、やっぱりその時間っていうのは、まあ、どのくらいかけるかってことですよね。ですから、それをまあ、どうしても、まあ、相手の価値というものを、そういうお金持ちとか、お金があまり豊かではない方とか、いうところの計りで物事を決めてしまうのか。やっぱ、それはもう個人差がいっぱいあると思いますけど、まずはあまりそういうふうに、既存のどこどこの何々だからっていうようなところで、まあ、物を見たりなんかするようなことは、あまり私はいいと思いません。はい。ですから、そんなようなことがですね、ちょっとチョロマさんの、ご質問の中で、のお答えになってらし、なるかどうか分かりませんけどね。まあ、チョロマさんがやっぱりこういうご質問いただくということは、もうチョロマさん、やっぱりメタ仮想に来ていただくしかないかなと思います。まあ、直接お会いして、やっぱりチョロマさんご自身がどういうような価値観で、どういうふうに、普段の、暮らし方っていうものをお家になってるか、まあ、ぜひ、いろいろと、お話ししてみたいなというふうに今日のちょっとコメントを頂戴して思いました。はい。それでは、水曜日ですか。またお会いしましょう。チャオチャオ。ボナジョルナタチャオ。チャオ。